サトピーの日本の中心で愛を叫ぶ。やってきました。このコーナーは青春まさかり、永遠の17歳サトピーが日本の中心である長野県の FM 桜平から愛のあるさまざまなものをピックアップして日本に叫んでいくコーナーです。新型コロナウイルスが一段落したかなと思っていたら、また感染が広がってしまっている今日この頃ですが、リスナーの皆さんはお元気でしょうか。サトピー、この前大学生の仕送りが減り、バイトも減ってしまってすごい大変という話とともに、全国で大学生向けのフードバンクやフードパントリーが行われているということを知ったので、サトピーも先日 NPO のフードバンク信州さんや友達の川上村のレタス農家から食材を提供してもらって、無料塾の方と一緒に信州大学の学生向けのフードパントリーをやってみたっす。最初2日で20人ぐらい来たら嬉しいなと思っていたら、1日目で30人以上来て渡すものがなくなってめっちゃ焦りましたわ。そして2日間で約70人くらいの方が来て、みんなすごい喜んでくれて嬉しかったのとともに、信州大学の KGK の学生が個人で手伝ってくれて本当嬉しかったです。ちなみに今回行ったフードパントリーは、自分の大好きな映画で使われた名言、一番いけないのはお腹が空いていることと一人でいることだからをオマージュしてサブタイトルにしたんすよ。そして今回そのサトピーの大好きな映画をご紹介したいと思います。ピンときている人もいるかと思いますが、今回ご紹介する映画は、新幹線で今収録しているここ桜平駅と長野駅の間にある長野市とインターネットを舞台にしたアニメ映画サマーウォーズをご紹介いたします。オズというインターネットの仮想空間が発達し、世界中の人々がオズを利用するだけじゃなく、そのオズの ID を実際の身分証明として使用している地球で、高校2年生で数学だけが取り柄の主人公のケンジは、数学オリンピックの代表選考に落ちしょげていたんです。そんなケンジはひょんなことから一つ年上の綺麗な先輩夏希からバイトを依頼されるんです。しかも当日聞かされたバイトの内容は、上田市にある夏希の実家に行き、曽祖母の栄おばあちゃんの90歳の誕生日の間彼氏のふりをするというバイトだったんです。人見知りなケンジは大勢の夏希の家族に囲まれてすごい緊張しつつ、なんとか彼氏のふりを演じきるのですが、次の日起きてびっくり、オズというインターネット仮想空間が何者かにハッキングされはちゃめちゃになっているんです。しかもその犯人がケンジというニュースが流れていて、夏希の家族も含め唖然とするんです。そしてその影響は仮想空間だけじゃなく、現実世界の各種インフラにまで及び、社会全体に大きな混乱を引き起こし始めていたんです。途中で真犯人はケンジじゃなく、謎の人工 AI がケンジのふりをして仮想空間を乗っ取っていたということがわかるんですが、その謎の人工 AI は夏希の家族から縁を切られ、感動されていたわびすけおじさんが作った人工 AI だったんです。夏希家族とケンジはみんなで人工 AI をどうにかしようと奮闘するんですが、そんな中人工 AI は宇宙を飛行していた惑星探査機をジャックして核施設に落とそうとしてくるんです。そんな中夏希家族とケンジは人工 AI をどうにかすることができるのか、そして世界を救うことができるのか。サトピー、この映画サマーウォーズを見て、この混乱が今の新型コロナの混乱に似ているなと思ったっす。新型コロナで世界各種のインフラが混乱を生じていて、今まで人類が経験したことのない事態になっているところが、そしてそれとともにこのコロナ禍の中で栄おばあちゃんのような人が
トップにいてくれたらと思ったっす。この混乱をしっかり冷静に科学的に見極めて、自分のためじゃなく周りと連帯して全ての人のために動こうとする人が、アメリカも中国もそうなっていない面もあるのでそうなってほしいし、日本ももっとそうなってほしい。またそれとともに、みんながいがみ合ったり分断されたり、感染者に石を投げたりするのではなく、ネットやリアルで周りとつながって一人一人が声を上げることが大切なのかなと思ったっす。給付金を一人10万円にしたり、検察庁法を止めたり、そして黒人差別を根絶させるために今もリアルやネットで声を上げている人々のように。ちなみにサトピー、この映画を見て本当に人のためになる仕事をしたいと思って転職をした映画でもあるし、今回改めて見て最後の恋恋という花札の戦いのシーンでめちゃくちゃ感動して泣いた映画なので、サトピーの説明だけだと全然良さが伝わってこないかもしれませんが、面白いしたくさんの名言もあるので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。さてさて、そんな家族愛から自己犠牲の愛まで描かれていて、コロナを乗り越えるヒントがあると思うアニメ映画サマーウォーズをリスナーの皆さんも要チェック。そしてこのコーナーは今後も愛のある映画や愛のあるものをご紹介していきますので、今後も要チェック。